はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴアイデアの国際宇宙ステーション21321です。部品の袋は6つで、パーツ数は864個、そして説明書が1冊入ってました。ちなみに説明書の前の方には国際宇宙ステーションについて、レゴアイデアについて、それからレゴアイデアの宇宙系のセットについて、そしてこのセットについての説明が載ってます。それでは組み立てていきます。
はい、完成です。 ISS 国際宇宙ステーションですね。素晴らしい出来ですよね。そしてものすごい大きさです。全長が約 48.5 センチ、奥行きが約 30.5 センチになってます。ミニフィグと比べるとこんな感じです。大きいですよね、まあ、ちなみにミニフィグはついてないですね、このままぐるっと見ていきましょう。横から見ていただくとなんとなく、サイズ感わかるんじゃないかなと思います。長いですよね。で、裏側なんですが、ソーラーパネルの裏側がオレンジ色になってます。これとても綺麗じゃないかなと思います。特徴的な部分ですよね。で、また改めて説明しますけど、この辺りがすごく細かくできてます。もう全体的に本当によくできてるセットだと思います。では詳しく見ていきましょう。まず黒い部分は台座です。で、この上の部分だけをこんな感じで持ち上げることができます。見ていただいたら分かる通り、実は、まあ、一応ぽっちりくっついてはいるんですけど、ほんのちょっとだけなんですよね。なのでもう軽い力でこんな感じで取れちゃいます。逆に言うと、まあ、ちょっと当たっちゃうと倒れてしまうので、この辺りはかなり注意した方がいいと思います。で、左右のこの大きなソーラーパネルなんですけど、この部分を中心に左右ともこんな風に一周くるくると回すことができるようになってます。これいいですよね。で、このワンセット、これ全部で8セットあるんですけど、この部分も実はくるくると回すことができます。なので例えば全部の面を太陽に向けたりとか、自分の好みの角度に変えたりすることができますよね。もうこれだけでもかなり楽しめるんじゃないかなと思います。ちなみにこれに使われているソーラーパネル2種類ついてます。今ちょうど分割線が入っているのが分かると思いますけど、この棒にくっついているこのパーツと、その下のこの細長いパーツですね、これどちらもプリントパーツになってます。まあ、これがね、もしシールだったらかなりげんなりだと思いますけど、プリントなのですごく綺麗ですよね。で、シルバー系なので光に反射してキラ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 光ってくれます。あと、さっきお見せした通り裏側はオレンジ色になってます。タイルブロックとかは使われてないのでむき出しの状態ですね。でも、まあ個人的にはそんなに悪い気はしないんですよね。むしろすごく綺麗にできてるんじゃないかなと思いました。で、間にあるこの白いパネル状のものなんですけど、これはソーラーパネルではありません。放熱用のラジエーターらしいです。それでは中心部分見ていきましょう。ここは本当に素晴らしい出来だと思います。ただ残念ながら説明書の中にはどのパーツがどの部分をイメージして作りましたっていうのがありません。で、実は JAXA のホームページに各部の細かい説明が載ってます。このセット購入された方はもうぜひこのページを見ていただきたいですね。すごく分かりやすい図になっているので、これと見比べることでさらに楽しめると思います。これはおすすめです。で、これを見ると日本の実験棟希望の場所が分かります。ここですね。セットで見ると、なんと正面のこの部分、ここが日本の実験棟ですね。いい場所についてますよね。で、この部分の再現度むちゃくちゃ高くなってます。このでっかい筒状のやつ、これが希望の船内実験室、その上にあるのが希望の船内保管室で、この出っ張ってるやつ、ちょっと複雑な形してますけど、これが希望の船外実験プラットフォームらしいです。で、ここにこう手みたいなのありますよね。これ実際にもちゃんとついてて、希望のロボットアームをイメージしてるらしいです。よくできてますよね。このセットの中でもかなり再現度の高い部分だと思います。ちなみに写真で見るとこんな感じです。本当にそっくりだと思います。で、その希望の反対側にあるこの部分なんですけど、これがヨーロッパの実験棟のコロンバスで、この辺りがアメリカの実験棟の、デスティニーですね。で、それらがつながっているここの中心部分が結合部のハーモニーというらしくて、この上にありますけど、ここの出っ張りに日本の補給機コウノトリがつくみたいです。まあ、これ実際にセットにはついてないんですけど、それっぽいのをつけてみました。こんな感じみたいですね。で、この黒い出っ張りなんですけど、これ与圧室らしいです。で、ここにスペースシャトルがつくらしいですね。
で、このセットにはそのスペースシャトルがちゃんとついてます。これかっこいいですよね。サイズ的にはミニ服と比べてこれぐらいのサイズ感です。まあ、そんな大きくはないんですけど、結構細かいところまでできてると思います。このエンジンノズルの斜めの感じとかはほんとそれっぽく作ってますよね。ではさっきのこの黒い油圧室の部分にスペースシャトルがつくかという話なんですけど、実はこれがねつかないんですよね。デフォルトのままではつきません。これがちょっとねどうなのかなと思いました。まあ、できればねこれねつけるような感じ、まあ、こんな感じでつくみたいなんですけど、つくような感じにしといてほしかったですよね。ではつける方法がないかというと、そんなことはなくて、実は予備パーツの中にこんな感じのパーツがあります。これをさっきのスペースシャトルのこの部分に取り付けましょう。まあ、実際はここがこうカパッと開いた状態で連結するんですけど、まあ、今回はこれでやってみようと思います。あとはこの予備パーツの出っ張り部分を油圧室の穴に取り付けてあげれば、はい、これで連結完了です。まあ、なかなかそれっぽく見えるんじゃないかなと思います。予備パーツを使ったにしてはまあまあいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにどうしても開けた状態で連結したいという場合は、さらに予備パーツもう一つ使います。この黒いパーツ、これがね白いパーツが余ってたらいいんですけど、これがなかったのでこれを使いますけど、この部分にさっきのこのパーツを取り付けて同じように出っ張りを穴に入れれば連結することができますね。まあ、さっきよりもよりスペースシャトル自体が、ISS に近づいている連結の方法になります。まあ、ただあんまりこだわりがない人はさっきので十分じゃないかなと個人的には思います。で、こちら側の実験棟の裏にあるこの細長いやつなんですけど、これおそらく ISS のロボットアームをイメージしてるんだと思います。関節が2箇所あるので、まあ、こういう縦の動きだけではなくて、このまま伸ばしたりできますし、さらにこの部分でねじることもできるんですよね。なので結構自由な動きをさせることが可能です。続いて裏側見ていきましょう。細かくて複雑にできてますよね。もうこの下のあたりとかもかなり複雑だと思います。で、小さなソーラーパネルいくつかありますけど、ロシア系のモジュールが多いらしいですね。このあたり大きいのが多分ズベズタというロシアのモジュールだと思います。で、この辺はザーレアですかね。で、この黒い球体のやつ、この辺とかこの辺。で、さらに下にもあと2つあって、全部で4つあるんですけど、これね、簡単に取り外せる仕様になってます。全部が全部そうじゃないかもしれないんですけど、これおそらく機関用のソユーズじゃないかなと思います。形としてはこんな感じなんで結構似てますよね。実際の宇宙ステーションにも複数個ついてるみたいなので、まあ、おそらくソユーズだと思います。ロシアの補給機プログレスもほぼ同じ形をしてるみたいなので、多分どれかはそれをイメージしてるんじゃないかなと思いますね。で、その横、まあ、いろいろついてるんですけど、これですね、この出っ張ったやつ、窓みたいなのがついてます。これ、有名な観測用のモジュール、キューポラですね。ちょうどこのセットのデザイナーが中にいますよという合成写真が説明書についてるんですけど、これですね、これがキューポラです。これ今こっちが上になってますけど、さっきのセットで言うとこんな感じでついてるということですね。下向きについてるというような感じになってます。で、その上にデコボコした折りたたみ式みたいな感じのやつがありますけど、これさっき説明したこの、これと一緒ですね。放熱用のラジエーターというやつみたいですね。あと他にも、まあこの辺とかこの辺とか、実際に宇宙ステーションにあるものがたくさん他にもついてるんですよね。でもあまりにも多いので今回は省略しようと思います。本当に再現度の高いセットだと思います。そして最後、台座部分ですね。あれだけ大きいのを支えてますんで、かなりしっかりとした台座になってます。で、下にはプレートがついてます。国際宇宙ステーションと入ってますけど、はい、こんな感じのプレートになってます。かっこいいですよね。もちろんプリントですね。下の方の文字は白になってて、上の地球とか ISS のイラストに関してはシルバーになってます。なので、光を当てるとこうキラッと反射するんですよね。まあ、嬉しいプレートだなと思いました。で、そのプレートの両サイドに宇宙飛行士のナノフィグがついてます。これ嬉しいですよね。でも実は予備パーツでもう1体ついてるので、全部で3体ついてるんですね。
これね、予備パーツで付けてくれてるっていうのはかなり、嬉しいなと思いました。そしてプレートの上にはさっき説明したスペースシャトルがありますね。これ実は固定されてないので、もうちょっと当たるだけでこんな風にガチャガチャ動きます。これがちょっと残念ですね、どこかでこうカチッと固定できてたらよかったかなと思います。でその両サイドにあるやつなんですけど、おそらくこっちの右側のやつは、ソユーズの機関船じゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとよく分かりません。間違えてたらごめんなさい。特にこういうのの説明が載ってないんですよね。で左側のこれなんですけど、これがね本当にわからないですね。ただ形的にはドラゴン補給船でしたっけ、そんな感じにも見えるかなと思います。ただこの2つに並べてこれっていうのもね、なかなかちょっとどうかなと思うので、まあ、もしわかる方いらっしゃったら教えてください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ宇宙好き、レゴ好きだったらまあかなりおすすめのセットだと思いますね。再現度すごく高いですし、複雑性も素晴らしいと思います。でなおかつやっぱりかっこいいですよね。サイズ的には横幅50センチぐらいありますんで、もし購入検討されている方は場所を確保してから買った方がいいと思います。このセットのパーツは864個です。以上、レゴアイデアの国際宇宙ステーション21321を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。